みなさんこんにちは、りなです。今日はくら寿司に来てます。くら寿司は日本のすごい美味しい回転寿司ですよね。ドイツでももちろん回転寿司に行ったことがあるし、日本でも行ったりするんですけど、今日の動画はくら寿司を食べてみたいと思います。早速行きましょう。りな社長初のくら寿司です。そうかもしれない。それでは席に着きました。システムはよくわかんないけど、多分これだよね。タブレットの注文ですかね。これはなんだ、ゲームがある。全然わかんない。これがクラフォンの遊び方。プラス10円払えば3回に1回当たる。そういうこと。確率がなんかある。ビッグラフォン、子供が遊ぶやつだよね。もう大人です。大人です。そうなの。いい、30歳超えた大人です。の遊びたいよ。お客様は一番席です。タッチパネルで注文してください。はい、はい、商品の取り方。はい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 、わかる。ここにインストラクション最初に出るんだね。多分くら寿司が発明したシステムなんじゃない。まあさすが日本人でしょ、触れないようになってるんでしょ。だからここでこうスパッとしてめっちゃいい感じのお寿司が食べれる、何も菌がつかないような感じの考え方、さすが日本だよね。なんか社長がブツブツ言ってますよ。だから準備をするのが遅すぎて、私は食べたかったあのホタテがさよならした。でも回転寿司のいいところは戻ってくる。3分5分ぐらい待ってれば同じネタがもう一回ぐるっと一周してる。ここでちょっとこう座りながら待つ。皿を一回取ってみる。これとかハロー。え、今何引っ張っただけ。 Yes。 あ、引っ張ったらパカッて開くってこと。パカッて開け。卵からいったよ。で、ダメ？卵最初に行く？ダメ？卵なんかおやつ的な感じで最後じゃないの？そうなの？分かんない。日本人は順番あるの？いや、分かんない。皆さんはあのお寿司食べる順番ありますか？マグロから食べなきゃいけないとか。個人個人の自由だけどね。でしょ？なんか秘密のポケットがあるの？くら寿司に。箸、醤油、ガリ、全部下に入ってるのね。これもなんか日本のめっちゃいいところだよ。ドイツで無料の飲み物がないし、払わなきゃいけないよ。水でもお金払うもんね、ドイツ。そう、テーブルでお茶が作れるのが。そう、無料のお茶か。めっちゃいいよね。日本人の俺はあんまり意識してなかったけど。意識しないよね。ドイツ人から見るとすごいのか。すごいです。うわ、娘のやついっぱい流れてきた。あ、レナの欲しいんじゃないの。ああ、さよなら。また行っちゃって、また5分待たなかった。集中しないとそうなります。そのたらこマヨもすごい美味しそうだったよ。いただきます。まずは醤油を垂らして。卵で失敗することはないけど本当に美味しい。皆さん卵好きですか？私は好きです。またなんかブツブツ言ってるよ。何？なんかこっちになんか今デザートの映画並んでるんだけど、全部すっごい美味しそう。まだ寿司、卵1ネタしか食ってないのもうデザートの話してるよ。恐ろしいんだけど。え、ここ何？デザート屋さんじゃない、お寿司屋さんだよ、知ってる。はいはい、わかりました。はい、今から注文します。じゃあパッとで早速注文してきます。次のメニューへ見て。何？デザートからスタート。いや違うよ、自分でデザートセットしたね。いや違いますよ。わ、めっちゃ美味しそうなのよ、たくさんあるよデザート。これも食べたいし、あれも食べたいし。ちなみにさ、くら寿司って全部、あ、100円ではないんだね。いろんな値段のやつがあるんだね。125円からいろいろな値段がある。300円、400円ぐらいのやつがあるのかな。はい、じゃあ私はまずはエビかな。これ美味しそうで、ここにあのシャリが普通かハーフか選べれるでしょ。回転寿司行くと大体選べれるね。ドイツに絶対にないものでめちゃめちゃいいよね。本当はそんなにご飯がいらない、うん、シャリハーフ選べれるのがめっちゃいいよね。でも私は普通ご飯が好き、日本の米大好きだから。シャリ普通、はい。今シュッと流れてた。そういうやつなんだね。電車とかじゃなくてもうなんかコンベヤーベルトみたいな、シュッと。しかもレーンが分かれてんだね、注文用と一般用でね。そう、それが分かりやすいよ、めちゃめちゃ。キュウリ、レナの一番好きなカパ巻きです。キュウリ一番安いやつ。そう、私は安い女だよ。次は
ホタテみたいなやつ。貝柱盛り。すっごい美味しそうだよ、これ。ね。シソもついてて。もう貝柱に味が染み込んでそうだね。そう、味付けもしなくて良さそうな感じはするよね。OK。美味しそう。美味しい。本当に味が染み込んでるし、そのお酢のご飯も美味しいし、シソでアクセントになってる。そこのガリはどうやってつけてるかわかんないけど、辛すぎない。ガリばっか食べてる。なんか、ガリでお腹いっぱいにしちゃいますよ。漬物を食べてるみたいな感じ。うん、辛すぎないから、パクパク食べれる。なんでだろう、子供用に合わせてるかな、ちょっと。酸っぱすぎないように。じゃあこのちょっと高級そうなエビをちょっと食べてみたいと思います。これ何だったっけ、カンジャンエビみたいな。すごい味、すごいプリ、ちょっと辛い。韓国っぽい名前だからそういうことか。でもなんか辛いじゃなくて、そのほのかのちょっとだけピリッとするような感じ。めっちゃいい。タレがだってなんか美味しそうだもんね、ついてるやつが。あんまりこんな感じで食べたことないかも。パクパクって、はい、お寿司よりガリを食べる女です。ちなみにドイツの回転寿司は大体食べ放題だよ、うん、だからドイツ人が日本に来るときに、日本に食べ放題のお寿司がありますかってよく聞かれるんだけど、でも、まあ、その関係で寿司のクオリティがめっちゃ低い。ドイツの回転寿司？はい。そうだよね。食べ放題になっちゃったらね。しかもドイツでいっぱい食べそうじゃん。そうそうそう。で、なんか日本人もやってないし、ベトナム人とかが寿司を作って、そこで回転寿司を出して、で、お寿司以外めちゃめちゃいろいろ流れてくるの。アジアン料理みたいな。ちょっとだけのサラダとか、ダンプリングとか。餃子とか、なるほど、ね、いろいろお寿司と言いつつね。あ、全然お寿司じゃない。アジアンレストランの回転アジアンレストランって感じか。それこんな感じだから、それと比べるともうこれは神だよ。全部美味しいでしょ、全部フレッシュでしょ、うん、ドイツでなんかあの永遠に流れてくるから、あの冷めちゃうし、なんか一回日本で回転寿司を食べたらもうドイツで食べれないよ。じゃあ、レナの一番好きなやつか。レナの一番好きなカッパくん来た。カッパ巻きです。絶対食べるもんな、カッパ巻き。ドイツで食べても満足できるかもしれないから、あの一番安全。だから昔からカッパ巻きが好きだったから、ね、楽しいかもしれない。家でも作れるし、カッパ巻きが一番美味しい。飲み物は何があるのかなと思って、コーヒーとか意外とある。コーヒーをアイスラテ寿司と一緒に飲む人いますか？合わなくね。合うのかな。マグロ来ました。ちなみにさ、このさ、はい、個別注文してさ、飛んでくるシステムはドイツにあるの？の永遠にぐるぐるする。自分で注文することがない。取るだけだよ。回ってるやつを取るしかないんだ。そうそう。次は定番のマグロが来ました。いただきます。マグロです。そりゃそうやろ。なんかすごいクリーミーだよ。本当に美味しい。ドイツはマグロ、俺ドイツのイメージサーモンってイメージなんだけど。そう、ね、ドイツでマグロ美味しくない。サーモン美味しいよね、ドイツ。サーモン美味しいよ。サーモンは失敗することないし、ヨーロッパでも取れるし、うん、で、ちなみにこれが大好きだよ。アボカドとエビのお寿司。なんかそんなになんかどこにでもあるようなお寿司じゃないでしょ。これさ、海外が発明したんじゃない？そう。ドイツに大体のお寿司がいくつかのものが乗ってあるとか、いろんなものが入ってるような巻きが多い。で、アボカドがいつも入ってる。ドイツ人はみんなアボカドが大好き。そうだよね、アボカド寿司大好きだよね。そう。海外の人。それが一つの提案です。日本でもアボカド寿司を増やしてください。それこそカッパ巻きのアボカドバージョン。アボカド巻きってのあるもんね。最高です。で、これも最高です。うん、これは5皿ぐらい食べれますよ。うん、あ、このアボカドもクリーミーでめっちゃ美味しい。まあ、でも日本からすると邪道なんだけどね。でもこれが一番美味しいよ。やっぱり外国人でした。あ、俺の、うんうん、2個生きよったこいつ、うん、ベストオブザベスト。食べたことない人、皆さんぜひ食べてみてください。
なんか社長がブツブツ言ってますよ。どうしました？だから取ってと言われてもタカが、あ、ここに流れてきたやつそんなさ、急に言われて取れないどんぐらかしたなるよ、ここで簡単に取れるように、あのすごいゆっくり流れているのに、タカのブレインから手のリアクションがまだ10時半だからね、朝のじゃあ、あとみんな聞いてさ、ここの辺を取るときにさ、あ、これ取ってって言ってくれればまあ取れるよ。レナがさ、この辺に来たときにさ、あ、これ取ってって言うから、もうこれみたいな、もう数秒しか命は残されてません。だからスパッと忍者みたいに、もうちょっと早い言わんかい。そうという喧嘩してる間にサーモン来た。はい、さっき言ってたね、ドイツでも美味しいサーモンは食べれるからね。あ、美味しいサーモン食べれますよ。うん、おっさんやん。何がおっさんやん。おっさんやん、今の。そういうこと。美味しいの言い方。美味しい。貫禄出てますやん。うん、美味しい。うん、美味しい。あ、このサーモンは同じぐらい美味しいかな。うん、日本のサーモンも美味しいよね。うん。まあこれ、まあ、どこから取ってるか分かんないけど。ノルウェー産かもしれないけどね。ドイツで食べるサーモンと全く一緒っていう。可能性はある。全然あります。美味しい。これゲームでしょ。ここに皿を入れてなんか出てくるでしょ。絶対子供楽しいよ、この上からビッグラポン落ちてきたら。でもさすが日本だよ。なんでこれを片付けるのが楽しいことになるような、あの教育にもつながるでしょ。なるわ、日本人賢いよ。タカボッチャマが何やねん、喧嘩を取るけ。タカボッチャマが家でもお母さんにあのお皿をキッチンに持っていくことが いいことだよという感じになるかもしれない。い、今はもう遅いけど、高本ちゃん、いや、俺の家族厳しかったからちゃんと皿片付けてたよ。そうだね、そう、おぼちゃまじゃねえよ、おぼちゃま喧嘩うっとんけん、こら片付けしてましたよ、僕、はいはい、そんなわがままに育てませんよ。それはまたお母さんに確認しますあ、来た、コーンが来ました。私はコーンを注文してません。誰が注文しましたか。あの子供のタカちゃん、うまいよね、コーンコーンって一番うまいよね。どこの回転寿司に行ってもタカがコーンをばかり食べてる。コーン4皿5皿食べる。コーンしか、ね、タカのお父さんも一緒だし、バカにしたかもしれない。親子が揃って一番うまい。本当にいらないのコーン一番え、皆さんどうです。一番うまいわけないでしょ。回転寿司ったらさ、コーンが一番うまくね。さすがにさ、それは5歳の子供に聞いたらそう言われるかもしれない。さすがに高級寿司行ってコーンありますかとか聞かないよ。よかった、さすがに聞かないよ。よかった。でも回転寿司行ったらコーンは一番うまいよ。うん、はいはい、うん、うん、うまっ、はいはい、最高、はいはい。コーンが好きな方はコメント欄で教えてください。日本人多いと思うよ。タカと子供だよ、はい、おい、両方私だね。めっちゃうまそうなエビ頼んだね。Yes。レベルちゃうぞ。レベルちゃうね。本当にでかいね、これ。やばいでしょ。うん。うん。うん。プリプリだし。柚子の香りが最高。高級な感じがします。一皿高かったよ。200円ぐらい。はいはい。しかも1貫だからね。はいはい。お？5皿あのできましたので、またゲームができる。当たるでしょうか。さっき当たったからね。さすがに今回は当たらないんじゃない。どういうビジネスモデルでしょう、くら寿司は。射的に。あ、違うんだね。なんかパターンがあるんだね、アニメーションが。うん、ダメだ。だよ。外れた。残念。もうお子さんを食べよう。いや、あれこういうビジネスモデルじゃないな。まあそういうビジネスモデルだと思うよ。子供がさ、4皿が集まったらもう1個注文するようなビジネスモデルなんじゃない。そうそうそう。3皿ぐらいあったらね、プラス2皿ぐらいいっとくかってなっちゃうよね。なります。頭いいよ、賢いよ、くら寿司。結局頼もうとしてますやん、社長さん。それはあのデザート。どうしましたか。最初から頼もうと思ってました。何食べようね。マンゴーとかうまそう。あ、俺パフェにしようかな。大福、あんみつ、パフェ。マンゴーか。ティラミスもうまそう。ティラミスか。これもめっちゃ美味しそうだよ、さっきから見てる。チョコもちっとパイ。
私は注文したマンゴーが来ました。つやつや、今年初マンゴーだよ。うわすごいみずみずしい。うわベタ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 になってるよ。この皿小さすぎて。お子さんが、うまい、甘い、柔らかい。マンゴーを食べるとさ、絶対歯の間にさマンゴーの繊維みたいなのくっついてくるよね。それがもう嫌なの。あった、そうだね。あ、このまま取ればいいの？あ、皿ごと取ってください。待って、無理じゃん、これ。どうやって当たるよ、絶対。どうやって取ればいいの？当たるよ、ここ。ちょっと待ってね。完全に当たる。新しいの出していただけます？大丈夫。いいですか？いいです。大きく持って当たってしまってないですか？はい、すいません。大丈夫です。はい。ここ汚れちゃった。ちょっとこれごめんなさい、俺が汚しちゃった。サービス精神が良かったね。それまさかの企画外の大きさ、びっくりした。パフェ、そうだね、抹茶アイスと大盛りパフェ。お、雪見大福みたいな。あ、大福って書いてあったわ。うん、見て、うわあんこ入ってる。うん、パンパン。マンゴーもある。すごいね、このパフェ。うん、おいしい。マンゴーの方が良かった。もうマンゴー食べきりましたね。そうだよ。俺に一口もくれることなく食べきった。タカがなんか歯に挟まるなんとかなんとかって言ったから、いらないなと思って。俺がアイスとここで戦ってる間にバク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 っと。ごちそうさまでした。わー、食べました。めっちゃ美味しかったです。ちなみにお会計が2700円でした。2人ですっごいコスパがいいと思います。美味しかったし、あの12皿も食べてプラスデザートで。めっちゃ食べたね。めっちゃ食べた。お腹減ってないよ、行った割に。朝早かって、はい、お腹いっぱいになりました。本当にあのくら寿司が、まあ、コスパが特にいいよね。でなんか楽しいし、ゲームがあるし、味がいいし。そう、子供が来たら絶対楽しいやつ。楽しいよね。はい、皆さんはこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。